東京の街を乗客で、子供たちがこういうふうにパンフレットになるんです。電車の前が電車だから、そのパンフレットになるんですけど、自分の絵が熱に見えてるんですよね。とにかくあんな現象は初めてでした。14年前に追放住処を考える中で、井筒さんは妻の実家のある鹿児島に移住しました。今力を入れているのは、若い世代に映画の魅力を伝える活動です。東京から脚本家や監督を鹿児島に招き、映画の魅力について語り合います。映画っていうものを一人でもたくさん多くの人が楽しんでくれるような環境づくり、